ニャシンベエアデマ1972年撮影ニャシンベエアデマは東後の政治家、軍人。東後共和国の第三代大,大統領で大統領在職期間は38年間に及びアフリカ最長の国家元首だった。西アフリカ諸国経済共同対処代議長。当初の名前はエティエンエアデマニャシンベで後にニャシンベエアデマに改めた。 公式には1935年12月26日生まれとされる。コミ・エム・トゥ・レイバーによると、公式出生日は空想の産物であり、彼は1930年頃生まれたといった方が正確だろうという。出生地はカラ州、コザ県のペア村である。彼の母は後にママン・ダニダと呼ばれる。1953年から1961年は、 フランス外人部隊に参加し、インドシナ戦争やアルジェリア独立戦争などに従軍。1963年1月7日、シルバヌスオリンピオ初代大統領だとクーデターに参加。当時シルバヌスオリンピオ大統領によって追放され、亡命中だったニコラ・グルニツキーを帰国させて、大統領に就任させた。1965年、軍参謀長に就任。 1966年、クーデターから3年の間に、グリニツキーは国民の支持を失い、東合南部人を中心とする統一東合党による大規模デモが勃発。指導者、ノエクツクルイの掲げる、オリンピオ大統領殺害に関する訴追を恐れたエアデマは軍を動員して、これを弾圧した。1983年のエアデマ1967年1月7日、 二度目となるクーデターで、ニコラ・グルニツキー第二代大,大統領を追放し、無欠クーデターに成功。クレブエル・ダジョの暫定政権を経て、4月に大統領就任。憲法を停止し、議会を解散させたイアデマは、南北出身者のバランスを考慮した内閣を発足させて安定させ、さらに、東湖人民連合を設立して一党独裁制を、指揮。 政治的安定を国民に印象づけることに、邁進する。大規模な抑圧姿勢を見せぬ一方、陰謀を駆使して、巧妙に政敵を排除し、党後の内政を警察国家的手法を駆使して、安定させる。1972年、ナイジェリアの役部ゴーンとの会談で、西アフリカ諸国経済共同体の設立を推し進め、1977年に、初代議長に就任する。 1979年12月30日、大統領選挙で99.97%の支持を得て大統領に就任。議会を発足させ、表面的には民主体制へ軟着陸した。1991年、民主化運動の高まりに対しエアデマは、情報を余儀なくされ、国民会議の開催を認めた。国民会議は民主会構政府を発足したものの、 内部対立を繰り返し、軍を握るエアデマはその隙をついて、勢力を回復させ、1993年の大統領選挙で再選された。2002年には憲法の参戦禁止条項を撤廃させ、政敵ジルクリストオリンピオの大統領、立候補資格を剥奪。再び独裁者となった。2003年からは、中国の援助で新たな大統領府を建設し始めた。 2005年2月5日、療養のため、フランスに向かう途中、飛行機の中で死去した。後継には、息子のホールにアシンベ設備、工業、電気通信省が就任し、東後史上初の権力接収だった。パブリケーションでラリステでキャンディデッツアエル、エレクションプレザデンティール 11ER ジュイン2003。 ジャーナルオーフィスイエルデラレプーブレイク統ゴレイズキャビネットジュプレザデントデラレプーブレイク P2、2012年6月12日閲覧ナシンベイオディマ69統ゴルーラー DS ニューヨークタイムズ2012年6月12日閲覧統ゴリーズプレジデントエアデマダイズ、英国放送協会2012年6月1日閲覧 アフリカ、エスロンゲストサービングリーダー e ダ a ワールドニュース。NBC、http コロンスラッシュスラッシュ www.nbcnws.com e スラッシュ ID スラッシュ6918721スラッシュナノセカントスラッシュワールドニュース。T アフラクスロンゲストサービングリーダー大ダ豆ん、ボールテッドパワー。2018年7月24日閲覧。AB ヒストリー、エコアス、2018年7月24日閲覧。トゥーレイバー、コミエム、ヨーディマ・ナシンベ、インスイクロープディア・ユニバーサリス、インスイクロープディア・ユニバーサリス SA2012 年6月12日、閲覧。対照的な民主化の歩みベナント統郷 P789、岩田拓夫池ヶ谷和信、佐藤レニア、竹内真一編、朝倉書店、 2008年4月、対照的な民主化の歩みベナント等が P787、岩田拓生池ヶ谷和信、佐藤レニア、竹内真一編、朝倉書店、2008年4月、ニューパレス4等後、S ニューリーダー。 b b c h t t p ススララッッシシュュスドット b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュアフリカスラッシュ 4941502.stm2018 年7月24日閲覧統合2ビルドニュープレジデンシャルパレス bbc,http://panepress.com w, w, w 東ツ2ビルドニュープレジデンシャルパレスマイナス -13 から49万4474から18ラングニインデックス HTML2018 年7月24日閲覧ありがとうございます。